だからどうだ、ゴール決めた、オズマール、アディショナルタイムに決めたのはオズマール。一瞬の隙を突いたのはオズマール、ミトスホーリーホック、同点に追いつきました。いや、増田さん、ここでありましたね。そうですね、途中出場したオズマールが同点ゴールを決めてアディショナルタイムです。さあ、これ位置には奈良川、中に来ながらふわっと浮かせるジョーコがいいタイミング、オズマール、ジョーコから最後はオズマール、1点先制、アビスパ福岡です。いやーね、町の方悔やまれますよね、本当にね、こうミスからこの奈良川にね、クロスを上げられて、はい、でまあ、最後はね、まあ、ジョーゴの得点と言ってもいいぐらい、まあ、オズマルよく触りましたけどね、まず奈良岡、はい、この辺いいですよね、エリア内ジョーゴを折り返してオズマル、まあ、奈良岡もダイヤモンドで置くっていうことは、あっと、オズマルがまたここはボールをキープするぞ、さあ、オズマル一気に肩を振り切る、オズマル最終的にはなんとか田代がケアして、ここはコーナー、コーナーキックと変わってきます。本当にスピードに乗った時ってのは怖いですよね。最後はなんとか田代はクロスは入れさせませんでしたが、この本当にやっぱりスピードに乗っていきますオズマール。いや、そうですね、加藤を振り切ってなんとか最後は田代の対応でした。さあ、和田からのロングスロー、上を反らしてオズマール、いやー、ダイレクトでシュートでしたが、修行の守備範囲でした、オズマールの右足。いや、神山見えてなかったんで、まあ、選手としては置きに行く、もう優しいボールでもあれ入りますからね。オズマール、オズマール突破できるか、ファウルがあった。さあ、今度はオズマールの仕掛けでファウルを得ています、アビスパ福岡です。いや、今はオズマール、そうですね、まあ、池畑はついてたんですけど、スピードに乗ってというところ、結局これ池畑にファウルがあってオズマール、そうですね、あの中にドリブル、あのタッチしてまとめるのがちょっと、さあ、奈良岡に入ったぞ、ヒールで坂田を使おうかというところ、オズマール一気にえぐろうかというところでした。ここはなんとか富山最後はスケークリアしています。まあ、その前の方の富山のまず、まあ、これですね、これヒールで坂田へというところ、うん、後ろからオズマール、なんとかちょっと連携の方がね、もう少しあのしっかり完全に位置から作り直しですからね。南さん、ハーフタイムの監督の談話が入りました、はい、まずはお伝えします。アビスパ福岡前田監督、相手のロングボールの時カバーリングをしっかりやろう、アタッキングサードでもっと積極的に行こうということです。はい、あとここはフリーキックをアビスパ福岡が得ます。さあ、それではこのセットプレーの、ジョーゴが前を取った、坂田だ、坂田狙うか、ジョーゴに入る、ジョーゴふわっと浮かせる、オズマール決めた、決めた、オズマール、アビスパ福岡の新戦力、勝ちが条件ですが、67分オズマールのゴール、これジョーゴも落ち着いて最後オズマールを信頼してのクロス、そうですね、うん、これ、いや、これね、決して優しい体勢じゃないのかなという、そうですね、まあ、本当に富山からすればなかなか2点目取れないっていうのと、オズマールがまた前を取る、さあ一気に息を吹き返したか、オズマールかわす、オズマール、オズマール弾いたところ、坂田、いやー、オズマール見せてくれます。そして最後は坂田、いや、完全にサポーターのハートを掴んだか、ね、オズマール、まず前を取ります、オズマール、そうですね、そこからまた抜くんですよね、当然ね、はい、スタートから初めてです、佐藤優斗です。竹内へ、おっと、ちょっとボールが流れて、あ、さあ高橋でボールを奪った、さあオズマールが行く、オズマール持って行ってシュートを止めた、よく止めました。いや、ちょっと危険なプレーでしたね。やっぱりここで守備で速さを見せましたね、はい、今オズマール、竹内からこれ、はい、佐藤優斗がつけたんですけれども、ボールが流れたところ、これ重なりましたね。そうですね、速かったですね。ちょっと下がスリッピーなんでボールのコントロールが余ったところだったんですけど、ただ、うん、これ、さあ鈴木純、これがうまくつながったオズマールへ、中には坂田1枚、はい、ね、さあ佐藤優斗がついている、ここはカードが出るかな、うん、準備されています、佐藤優斗にイエローカードということになります、次節の富山戦出場停止です。
これダイレクトで杉潤いいボール出しましたけど、ただここからやっぱり早いですよね、はい、まあ、思わず手が出てしまいました佐藤優斗です。逆に福岡、まず勝ち点1に向けてあと1点ですが、オズマールアドバンテージを見てそのままプレーオン、オズマール持ち出していく、左で呼んでいる鈴木潤、追い越していく動きがあるが鈴木潤シュートだ、おっとシュートが1本入ると、あっと坂田スルーでオズマールだ、オズマール追いついた、なんとオズマールゴールで追いついた。そのいわゆる坂田とオズマールの意思疎通が図れていたということなんですかね。どうなんですかね、まあ、この辺りは多分、まあ、スルーはしたんだと思うんですよね、そこにオズマールがいるかどうかっていうのは確認できてかどうかは分からないですけど、はいはいはい、でもパッと後ろ見てるから多分いるだろうなぐらいだと思います。北井さん、今日勝てば優勝の甲府、2点のリード、さあオズマールに入るか、オズマールです、オズマール前を向くか、オズマール、さあもう残されるプレーはほとんどないでしょう、福岡とすればなんとかフィニッシュに入っています。鈴木潤からのボール、巻いてくるボール、石津、あっと押し込めるか、入った、あ、入りましたか、ゴール認められています。見た限りでははっきりとちょっとスローを見ながら確認したいと思いますが、混戦の中で最終的にはこれオンゴール気味になったんですかね。どうですかね、多分小川あたりには当たってるんじゃないですかね。まず小川、あ、微妙、小川とオズマールも今龍志が懸命にプレスをかける、おっと危ないプレーになった、オズマール狙っていました、熊本自ら失点、オズマール素晴らしいプレーを見せました、熊本のミスを逃しませんでした、アビスパ1対1の同点に追いつきました。まあ、滝上さん、今はこれはオズマールもよく狙っていましたが、熊本がやっぱこう杉吉のプレスに苦しんだ面はありましたね。ヤブが周りは見えてなかったですね、しかしながらそこをよくオズマール狙ってましたね、はい、そうですね、いやワンタッチで決めていますオズマール、ここです、ね、今シーズン4点目、1対1の同点に追いつきましたアビスパ福岡、2のゴール数をマークしました。さあオズマールだ、オズマールのシュート、勢いのあるシュートでしたがサイドネット外でした。竹内さん、今まあ、割合シンプルな形で背後を取りましたね、オズマール、石津が、石津仕掛けるかどうするか、石津クロスが入る、小川折り返す、オズマール、ドラマ待ってましたね、古賀の折り返しも良かった、そしてオズマール、いやーこのゴール、もう 4-2-3-1 のシステムっぽいですね、あ、大久保が左の小原のところに位置することがちょっと多くなってきてますね。末吉からオズマールに出たぞ、オズマールこぼれたところ、上後さあ珍しいですね、ミスが多いですね、何かここ最近手堅いゲーム運びに、オズマールが抜けた、スピードがある、オズマール、ただね、大野瀬のね、その入り方、はい、それとあのちょっと危ないですね、あとしかしオズマールで横浜はピンチになるぞ、オズマール、オズマールから上後、上後、あーっと当たった、足
られずボールを奪われてさルーズボールの競り合いです。オズマール拾った、オズマール対高橋翔平、足がかかった、これはカードが出るでしょう。出るタイミングもいいですし判断が早いですね。はい、オズマール、オズマールかわしていく、オズマール、オズマールシュート、なんとか耐えました。ドイ一瞬のキックフェイントできてこの後ですけど、いや土屋もちょっとシュート意識して止まっちゃいましたね、はいはい、いやよくワンハンドで触りました。ドイこれ決まってたらベルディかなりきつくなったんですけど、これで流れ変えたいですね。オズマール縦に抜けた、オズマールシュート、ゴールの右です。まもなく8周石津引きつけておいて、オズマールだ、いい形でオズマール、さあ今度は左サイド、オズマールどうするか、オズマールエレアナに入っている、オズマール、オズマール戻して鈴木潤、これは浮いてしまいました。はい、一転して鈴木だ、オズマール、オズマール自ら行く、オズマール、オズマールどうするか、オズマールまだえぐる、コーナーキックに変わる、はい、いや本当にこの1点は大きいですよ。オズマールこういったところから流れって変わってきますよね。ですね、だから一つ一つのプレーを集中しなければいけないと思いますね。さあ鳴岡のクロスボール。